ごめんなさい。みんな列車の中の自動洗濯機で洗ってきちゃったわ。さ、あの、私に何をお求めですか？いや、別に。私は心の中まで貧しくありません。彼女のプライド傷つけちゃったんだ。今夜、あの、私のアパートへ来てください。もし、あなたが買ってもいいと思ったら、その時さっきの金貨を一枚。あれだけ言うのが精一杯だったのね。恥ずかしかったんでしょう。9時か。でも夜女の人のアパート行くなんて変だな。行ってらっしゃい。え？私はお買い物があるので外出しなくてはならないの。12時には帰ります。私に気を使うことはないのよ。じゃあね。わざと席を立ってくれたんだね。ありがとう、メーテル。いらっしゃい。来てくださったのね。狭いけど中へ。さあどうぞ。私の一番大切なものです。だからお金をくださいと言えるのです。お、どうしたの？停電？見ないで、出て行って。恥ずかしかったんでしょう。